皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は、楽天証券 FXD リングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、東京マーケットドル円149円の30。現在のところの高値は149円の45ですので、えー、まあ安値は149円の20。 ということですから、動きはあまりない149円前半での取引がついています。ユーロドルは1.0572、ユーロ円は157円の85銭、そして5ドル円は96円の18、このようなレベルで現在、東京マーケットで取引が行われています。では、注目のドル円チャートを見ながら、今後どのようになるかということを考えてみたいと思います。 はい、えー、ドル円、これはですね、えー、ハイローバンドを入れたデイリーチャート、冷やしのチャートです。今、ドル円149円の71、今週この高値、年初来高値ですね、えー、これをつけて高値圏にいるということなんですが、まあ、これ、冷やしベースで見ると、このハイのバンド、高値のバンドを切り上げながら上昇していると、バンドウォークをしているという。 状況で、すねで、まあ、最近よく問い合わせがあるんですが、まあ、ドル円150円はいくのかということなんですけれども、まあ、149円70ぐらいまで来てますから、このレベルまで来て150円に乗せなければ逆に驚きですね。150円というのはもう時間の問題、年内には155円があっても不思議ではないというふうに思っています。 そして来年は160円というのが見えてくるんじゃないでしょうか。まあ、今年ドル円はですね、えまあ、これドル円今年のこの動きなんですけども、平均すると、まあ、もちろん円高の月、円安の月あるんですが、平均すると2円ずつ円安が進んでるんですね。で、今年は10月、11月、12月、3ヶ月あります。 えまあそれでまあ平均2円ずつ円安が進んでいくということになれば156円。ぐらいというのはですね、えー、この今年の値動きからして全然不思議ではないというふうに思っています。まあ、その結果ですね、ドル円、今どういうふうになったかというと、えー、これ円の実質実行為替レートということで、2020年を100、ここのレベルですね、すると現在73.19まで、 下がっているとつまり実力が下がっているということなんですね。まあ、これ、名目レートと違うんですけれども、名目レートに引き直すと、えー、ここにありますけれども、固定相場制時代の1ドル360円と同じぐらいの間隔、まあ、そのぐらいの実力しかないということですね。ですから、まあ、まあ、円の実力が弱いということなので、海外旅行に行くということはですね。 固定相場制時代に、えー、昔の人が行った、その時の海外、何を見ても高いなというようなものと同じ感覚を今持ってるということですね。これだけ日銀も政府もですね、地獄通貨を安くして何をしたいんだっていうような感じはするんですけれども、まあ、ここまで来ると、まあ、これもよく問い合わせがあるんですが、介入はいつあるのか。 えー、ということなんですが、まあ、介入はあると思います。ただ、間違ってはいけないのは、政府も日銀も介入をする目的は、円のスピード、円安のスピードを抑えるのが目的であって、決して円高にしたいというふうに思っていないわけです。なぜかというと、えーまあ、円高にしたくないということはですね、 なぜかということなんですが、逆に言えば、円高にするのは簡単なんです。これはもう誰もが知っていることなんですね。もうテレビを見れば、皆さん解説しているように、この円安の原因は日米の金利差だと。まあ、日本の金利が低すぎるから、円高になっているんだということなんですね。だとすれば、日銀が少し利上げをするよと。円の金利を引き 引き上げるよと言った時点で、この円安は終わります。なのに、そうしないということは、日銀も政府も、この円安は終わらせたくないと。ただ、スピードが速すぎると、その反動が大きくなるんで、ゆっくりゆっくり円安に進んでほしいというのが本音なんですね。じゃあ、なんで利上げしないかというと、ここにありますけれども、日本の長期債務残高、1255兆。 円もあるわけですね、国の借金は。その後も、今、いろんなところのお金をです、ね、使っていますから、これ以上、えー、上がっているわけです。こういう状況で利上げをした場合、日本政府はです、ね、その利払いだけで,です、ね、大きな負担になってしまうわけです。だから、政府の立場からすると、絶対利上げはできないと、したくないということになるわけです。で円,安円安でまあインフルエンスが進む、 ということがあるんですが、円安か利上げかということになったら、まあ、円安になって少し国民の皆さんに負担してもらおうというのが結論になっているわけですね。ただ、円安になってインフレになるということは、政府・日銀にとっても非常に都合がいいことなんです。なぜかというと、この国の借金がですね、インフレによって減るということなんですね。だから、介入はあるかどうか。えー、これはですね、スピード。 にもよりますけれども、えー、これが行き過ぎて1日にですね2円3円、えー、円安に進むということになれば当然150円台では介入はあると思います。ただその目的はゆっくり行けよと。時間をかけて160円に行けよという介入であって、150円で円安を止めようとする介入ではないというふうに考えた方がいいですね。 まあ、ということで、まあ、長期で見たらまだまだ円安、さっき言ったように年内155円、来年160円の可能性あるんですが、ただ、これは1時間足なんですけれども、1時間足はこのハイロバンドの中で見るとですね、もうちょっと下がってきてますね。ちょっと上の方、149円71をつけた後、高値のバンド更新せずフラットになって少し下がっていって、一時的ではありますけれども、 加減のとと。ころにタッチしててまた戻っているとただちょっと今ニュートラルなんですけれども、少し短いところで見ると、買い疲れは出てるのかなというふうに思います。一応ドル、ユーロドルも見てみたいんですけども、ユーロドル、これは先週もですね、このローバンドに、えー、ついて、バンドウォークしたサイドにしているというふうに言ったんですけども、実際その後もですね、どん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 下がってきています。ですから、この時点で、 バンドウォークに気づいて、えー、その方向にポジションを取った人にとってみるとですね、非常に分かりやすい、いいユーロドルはいい相場だったと1.05も割れてますね。ただ、1、えー、時間足は、この少しこのローのバンドウォークが終わって少し戻ってきているという状況で、ユーロの場合はユーロ売り疲れが出てきています。 このチャートからわかるのは、長いチャートでは、まだまだドル高円安、ドル高緩安が続いてるんですが、短期的にはですね、少し調整の気配が出てきたというふうに言えます。特にまあ今日は9月、月末、期末のこの時まではドル買い需要があったんですが、これが終わって10月に入ると、 そのドル買い需要も一服するので、今までドルを買ってた分の、行き過ぎた分の調整はあるかなと思います。それともう一つは、これですね、債務上限問題があります。債務上限問題、これは、アメリカの政府機関というのは、10月1日から新年度に入るんですけれども、その直前、9月の30日までに予算が成立しなければ、 お金がないということで、アメリカの政府機関が閉鎖されるということになります。これは、えー、アメリカ経済にとって非常にマイナスな出来事であるわけです。ですから今、えー、民主党と共和党はですね、えー、最後の最後まで協議を続けるんですが、これが万が一決裂に終わった場合に、10月1日、政府機関閉鎖だよということになると、今言ったように、どうにとってもマイナスの材料ですから、これは、 ドル売り材料になると。逆に返してみると、円買円高材料になります。ですから、週明けということはですね、まずこの週末の動きを注意して、この場合によっては、月曜日、大きく円高に、まあ、調整とはいえですね、行く可能性もあるので、注意したいと思います。ということで、えー、今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。 それではまた来週よろしくお願いします。さようなら。